はい、どうもこんにちは、干してるものです。突然なんですが、こちら私の部屋です。でね、去年の1月ぐらいに、洋室化大作戦を始めて、ほぼほぼ床も張り替えたりとか、今ちょっとね、これからやることのために荷物をガーってやってるんですけど、ほぼ家具も揃い、床はフローリングに変えって感じで洋室化ができては来てるんですけど、まあ、前々から言ってる壁のね、微妙な色とか天井のこの感じとか、あと壁紙剥がしちゃったんで、こうビリビリビリってこう外れてる感じとかね、やっぱこれのせいでね、洋室感が全然出なかったんで、今日ちょっと気分でいろいろ買ってきました。紹介したいと思います。はい、マジで。いろいろ。島中本部で。結構いろいろ買ってきました。見せる。はい。ハケ。これなんかこういう細かいところ塗るようにハケ。で、大まかにはこれね、ローラーはローラーの替え、まあ、ちょっとゆっくりやっていくんだよね。今日は足んなくなるかもしれないけど、あと養生テープ、こう床とかについたらマジやべえ。で、ペンキ入れるやつ、こうやってやるやつって感じなのは色っすよね。今日ね、じっくりいろいろ見てて考えたんだけど、とりあえずアーチ、パレスアーチ、水性で、艶消しのホワイト、白、まあ、白はもう絶対だなと思ったんで白を。でね、すげえこれいいんじゃねと思ったのが、キャンパスブルー、ちょっとなんかターコイズっぽい感じなのかな、多分。ちょっとこれをちょっと組み合わせてなんかおしゃれな壁の色にできないかなっていう作戦でいきたいと思います。でね、ずっとね、こう部屋の壁を眺めながら考えたんですけど、こっちね縦の壁をターコイズブルーにして、こっちの横の壁を、白で、またこっちのギターとかがかかってるこの縦の壁をターコイズの、ここ家具どけられるかなんですけど、このクローゼット部的なのをまた白で、多分天井は全部白で塗っちゃうかなっていう感じのツートーンの壁にしていきたいと思います。で、今日はちょっと気分で始めるから、このギターが4本かかってるこの壁をね、行きたいなと思ってます。で、そこがね、元押し入れなんですけど、僕の服置き場になってるんで、これをどうするかなんですけど、多分もう全部抜けて一回塗っちゃおうかなと思っております。はい、今このあった炭素出して、この壁全部、ギターかかってたギターをどけて、でこの辺にあったカーテンも外して、この辺にあった服を垂れてくっついちゃったらやばいんで、手前のやつだけどけて、今日は押し入れの中はやんないでおきます。押し入れの中は最後に丁寧にやろうかなと思うんで、こういう表面的な部分だけ、横は青なんで青に塗っていこうかなと思って、そこまでこの面をね、全部いける状態に持ってこれたんで、ちょっとどうなるか分かんないんですけどね、挑戦していきたいと思います。じゃあ次は濡れ布巾で塗る場所まんべんなく拭いていきたいと思います。
次最初もうこの麺、メインの麺やってみようと思うので、次は床とかにあのペンキが垂れてつかないように、マスキング養生テープしていきたいと思います。マスキング終了しました。もうねこれ綺麗にやったんで、もううまくいく気しかしないですね。あの家にねなんかお花見のブルーシートみたいなのがめっちゃあったおかげで、テープちょっとしか使わずに済んだんで、もうこれでどんなに雑に塗っても床にはつかないんで綺麗にできると思います。じゃあペンキやってみようか。よし、じゃあ必要なものどんどん開けます。これはよく僕ベージングで床塗ってるんですけど、こういうビニール袋を塗って重ねれば、もうこのまま捨てられるんで、こうやるとこれが汚れないですね。ローラーお願いします。今日はね、ターコイズだけでいくんで、ほら一応ね、細かいとこ用にハケも出しとかないと。いや、ほんと綺麗に塗れるといいんですけど、なんかちょっといい感じのハケです、うん、よっしゃ。でこっちの壁はこれ、ね、キャンパスブルー、ターコイズブルーみたいなのにしていくぜ。さっきこれ多分混ぜといておいて、作って
リアルにマジで怖いけど、その深い一頭いくね。この辺、真ん中にちょっと行ってみようか。行きます。すごい綺麗な青に塗り込んできましたぜ。イエーイ。これねすごい大変なので、やっぱこれはちょこちょこ分割してやっていかないと厳しそうですね。でもなかなか綺麗に塗れました。イエーイ。こんな感じですね。なんかもう壁の色変わるだけでこう和室感が一気になくなりますね。押し入れの中はねちょっと別日に丁寧にやっていこうかなと思います。なので今回はこのこっちの面に面した部分だけを全部青くしてみました。でもいい感じですね。気分一新変えていこうと思います。これは続きも楽しみにしていてください。はい、今日はこっちの面しかやらないんでこんな感じで、でいろいろ家具とか戻して現状復帰しないと寝ることもできないので、まずはゴミ系から片付けていきたいと思います。床との境もほぼほぼ綺麗にできました。青い壁が僕の部屋にできたぜ。ある程度家具を戻したんですが、どうですかね。結構いい感じにスタジオ感出たと思うんですけど、この感じになりました。いや、いい感じだな、嬉しいな。これであと天井を白にして、反対側こっち側の壁は青で、向こうと後ろは白にしてツートンカラーの部屋にしたいと思ってます。ただ一枚壁塗ってみて思ったのは結構大変なので、うまく時間を使って綺麗にしていきたいなと思います。こんな感じでこっち側の面は全部青くなりました。ではまた続きを楽しみにしてください。お疲れ様です。失礼します。